東海に行ってた人に聞きましたが、中学組の方が最終的にはいい実績を上げるらしいです。入学から真面目に学業に専念する子より高校3年生になってから頑張り始める子の方がいい結果を出すみたいです。そうなんですか。個人的に言うと、東海に高校受験で受かった人数が何人かっていうのと、あとは中学組の方が、それ合ってません、ね、入学から真面目に学業を専念する子より高校3年生になってから頑張り始める子の方がいい結果を出すみたいな。マラソンなんでね、大学受験なんていうのは。最初の1年生頑張ってても2年3年サボったらもう落ちるだけなんで。